もう仲間を傷つけさせたりしない。私がこの場でお前を倒す。やろう。私はもう絶対に逃げない。絶対に負けたりしない。ふんだ、二人同時だろうと今さら怖くなんかねえぜ。はい、さっきまでと違って今はみんながいます。行きましょう。みんな一緒ならきっと大丈夫です。ガンダルバ中将閣下、急ぎお耳にお入れしたいことが。いい、何があった？例の連中がついにタワー内部まで侵入してきたようでして。そうか。まあそう慌てんな。もともと時間の問題だったじゃねえか。いえ、それがその他にも不可解な事態が。他にも別の侵入者がいるってのか？いえ、それは定かではないのですが、タワーを含む帝都全体が攻撃を受けているのではないかと各地点より報告が上がっております。攻撃を受けているのではないか？煮え切らねえな。どういうことだ？ああ、それが兵士や民間人に原因不明の体調不良を訴える者が続出しておりまして、数は徐々に増加しており、昏睡状態に陥っている者も少なくありません。例の気空団の連中の手助けに秩序の気空団やらバルス公国やらが動いてるって話じゃねえか。民間人も見境なしだ。連中にしては思い切ったことを始めやがったな。それが秩序の気空団やバルツ公国軍にまで被害が及んでいるようでして、さらに被害状況の分布を見るに、このタワーが被害の中心にあり、何らかの原因なのでは。こういうことか。間の悪いことだが、ま、やることに変わりはねえな。これがフリーシア宰相の望んでいる事態だというのか？いや、これ自体には何の感想もあるまい。奴の目的はこのさらに先にある。そしてそれは引き起こされてしまったが、最後こうして眺めることもできはしない。みんな眠ってる。明らかな異常事態ですね。リアクターの影響であることはまず間違いないと思いますが。外の騒ぎに比べてこの中はやけに静かだと思ったが、まさかこんなことになってるとはな。ねえ、これ私たち見たわよね。あの人に連れてかれて。はい、アダムさんが案内してくれた場所にいた人たちとすごく似てます。
ありゃ全部リアクターを作る過程の被験者っつう話だったな。つまりリアクターは実験通り順調に稼働してるみたいね。我々がリアクターをフリーシアを止めることに失敗すれば、時期に帝都全体がこうなる。いや、それだけじゃすまねえさ。そうだよな、帝都がこんな風になっちまうっていうことは、例の青少女アーカーシャが動き出しちまうってことなんだもんな。そうなったらもう何が起こるかわからない。それだけは絶対に。よ、何を立ち止まってやがる。ついさっきまでの勢いはどうしたよ。ガンダルバ、あの後タワーに先回りしていたのか。たく、いよいよこんなとこまで来やがってよ。これじゃ帝国のメンツってもんが。いや、もうそういう話でもねえか。また厄介な奴が出てきたな。はい、しかし今の私たちの目的はあくまでリアクターです。正面からぶつかるのではなく、ここは巻いてリアクターの探索を。おいおい、そう焦るなよ。俺様はお前らに用があってわざわざ出てきたんだからよ。焦るに決まってるじゃない。だって急がないと世界が大変なことになっちゃうんだから。ふん、それがどうした。はあ？いいんだよ、今は。そんなことはな。そんなことって。おいおい、そこまで言ってんなら何が目的か教えてもらおうじゃねえか。それは構わねえが、その前に一つ答えてもらうぜ。これやったのはお前らか。いや、今さら貴殿を相手に潔白を主張してもあまり意味はないかもしれないが、私たちも驚いていたところなんだ。おそらくはフリーシア最小のリアクターが原因だろう。ふん、またあの女は面倒なことを考えてるわけか。我々はあの女を止めに行く。その邪魔はしないでもらおうか。悪いな、邪魔するつもりはねえんだが、俺様にも優先順位ってもんがあるんだ。優先順位だと。ああ、この世界よりもあの女の企みよりも俺様には大事なもんがある。それはな、この俺様が最強であることだ。笑っちまうか。笑っちまうよな。まったくその通りだ。え、そんなつもりじゃ。今の俺様は最強には程遠い。お前らみてえなガキにまで脅かされる始末だ。このままじゃいられねえんだよ。だからめっちゃくつけようぜ。これが全てで、これが最後だ。付き合いきれんな。悪いが我々は最強など心底興味はない。だから俺様を無視して先に進むってか。背中から獲物を切るのは好みじゃねえが、できないわけじゃねえんだぜ。貴様。わかりました、ここは私が引き受けます。リーシャさん。
この場は私に任せて、皆さんは先に進んでください。おい待ってって、一人であいつと戦うつもりかよ。リアクターを止めるためには少しでも多くの人手が必要なはずです。それにこのアダが生まれた理由は私と私の父さんにあります。だから私だけはこの勝負から決して逃げるわけにはいきません。そこまで分かってんなら話は早い。もう五択は十分だよな。ここからはこいつで話をしようや。少しは変わったと思っていたのだが。どんな理由があろうと一人で背負い込もうとするんじゃない。こんなことをしては秩序の気空団で私たちと対峙していた頃と何も変わらないぞ。でも確かに人手は必要だが、ここには私も残ろう。構わないな。ああ、必ずリーシャ殿と一緒にすぐに追いつこう。その間、ルリアを頼んだぞ。こいつは予想以上に面白くなりそうじゃねえか。カタリナ。大丈夫だルリア、何も心配することはない。そうだろリーシャ殿。私とカタリナさんならきっと大丈夫です。でもさあ行くんだ。これ以上は時間をかけられない。それにルリア、君の力はここではない場面で必ず必要になってくる。だからこの場は私たちに任せて、先に団長たちと一緒に進むんだ。行くしかねえよな。リーシャ、姉さん、絶対追いついてきてくれよな。はい、必ず。約束しよう。さて、それでは早々に決着をつけようか、ガンダルバ中将。私たちにはまだやることがあるんです。あまり長くここに留まるわけにはいきません。はん、それならそれで俺様も構わねえさ。早速返してもらうぜ、この俺の最強を。俺はお前らを倒して最強の俺を取り戻す。これがその最初の一戦だ。これが最後だ。本気で行くぜ。覚悟はよろしいですか。これ以上はさせません。我が剣に勝利を。絶対に諦めたりしない。邪魔だけするなら容赦はせんぞ。ここを切り抜けるぞ。無駄だ。さあ楽しもうか。どうですか。遅い。どうですか。我が剣よ、今こそ。覚悟はよろしいですか。大丈夫、私がそばにいるさ。どうです。無駄だ。この程度で潰れるなよ。私はもう逃げたりしない。我が剣に勝利を。どうです。遅い。邪魔だけするなら容赦はせんぞ。こんなもんじゃねえだろ。待
けるわけにはいかない。サンライズブレード、我が奥義お見せしよう。アイシクルネイル。さあ楽しもうか。準備運動は終わりだな。これ以上は勝てません。絶対に諦めたりしない。覚悟はよろしいですか。ここを切り抜けるぞ。無駄だ。大丈夫、私がそばにいるさ。我が剣に勝利を。無駄だ。楽しくなってきやがった。どうでした。まだまだ楽しませてくれよ。ごめんなさい、あとお願い。邪魔だけするなら容赦はせんぞ。無駄だった。遅い。我が剣よ、今こそ我が奥義お見せしよう。アイシクルネイル。大丈夫、私がそばにいるぞ。無駄だ。楽しくなってきやがった。遅い。まだまだ楽しませてくれよ。ここまでか。落ち着いて対処しよう。ここを切り抜けるぞ。無駄だ。邪魔だけするなら容赦はせんぞ。遅い。俺様の見込んだ通りだ。我が剣よ、今こそ我が奥義お見せしよう。アイシクルネイル。遅い。無駄だ。さらばだ。認めてやる。てめえらこそが最強だ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。ここまでだろう、ガンダルバ中将。この勝負、私たちの勝ちです。見事だ。もうまともに動ける気もしねえ。ここまでやれりゃ俺にももう悔いはねえ。さあ殺せよ俺を。どういうつもりだガンダルバ中将。当たり前だろ、これが最後だと言ったはずだぜ。さあやれよ。でなきゃ俺は何度でもお前に挑む。終わりは一つ、どちらかが死ぬまでだ。お前が俺を殺さないって言うなら最後に死ぬのは望むところです。何？何度でも来るというのなら何度でも私も戦います。そして何度でもあなたを倒します。それでも
命は取らねえってのか。はい。毎度毎度こうして脅すにとどめておこうってのか。はい。私は今は団長さんの気空団の団員ですが、同時に私は秩序の気空団の団員でもあります。だから絶対に殺しはしません。こりゃ傑作だ。そのクソ生意気なところもいよいよあの野郎そっくりじゃねえか。ああおっと、似てるってのはキンクだったか。いいえ、今は素直に父さんのことを誇りに思います。そうかよ。最強はリーシャ、お前にしばらく預けてやる。ただ必ず俺様はそいつを取り返す。だからせいぜい油断はしねえことだな。はい、お待ちしていますね。俺様もどうかしてるな。俺は命を惜しんだんじゃねえ。ようやく面白くなってきた、そう思っただけだ。軍人らしく散るのもいいとは思ったが、この先新しい楽しみができたんじゃ、恥をかいてでもってな。いつか必ずか。はい、でもそのいつかは今じゃありません。だから今は急ぎましょう、団長さんたちのもとへ。しなかったか？え？別に何も。何かが。これは戦傷銃？来ます！構えてください！おりゃ！あん？てめえら。あら、この子は。こいつは確かあのロキと一緒にいた。おいおい、つうことはあいつもこの場に嫌がるのか。あいつはいねえよ。そう、それじゃあ今はあなた一人ということかしらね。それで私たちにどんなご用かしら。別にてめえらを探してたわけじゃねえけど、まあちょうどよかった。これなら手間が省けそうだ。手間？何のことよ。俺が用のあるのは聖少女アーカー社だ。どこにあるのか喋ってもらうぜ。アーカー社だと？貴様、あんなものを探してどうするつもりだ。はぁ、あ、どうってそりゃ、使うんだよ。あなた、正直なのね。でもダメ。アーカー社の場所は教えられないわ。ああ、まあ、そもそも、まだ私たちもアーカー社を見つけてはいないのだけれど。けど、意外ね。あなた、歴史や過去を気にするタイプなのかしら？ちげえよ。俺のためじゃねえ。これは全部、ロキのためだ。あの
の野郎、うだうだ言うくらいなら俺を使って何でも好きにすりゃいいんだ。俺は命じられればアーカーシャだって奪ってくる。それにあいつなら何の問題もなくアーカーシャを使いこなせるはずだ。あいつは純粋な星の民であり全管理者の血縁だ。あいつ以上の後継者は他にいない。誇り高き星の民だってなら俺たち星晶獣を使って世界征服でも何でもすればいいんだ。うん、だってのにあいつは一人でうじうじと。俺たち星晶獣は星の民に使われるためにあるなあ。お前もそう思うだろ。黙ってるなよ。お前も所詮は俺と同じだ。俺と同じ星のために作られたただの兵器に。使うだの兵器だのって私の仲間を物扱いしないで。あんただって星晶獣なんでしょ。なのにどうしてそんな星晶獣を物みたいに言えるの。何も知らないガキが口出しすんじゃねえ。お前にわかるか。わけもわからないうちに作られ欲しくもない自我を持たされ散々改造された挙句失敗と言われた時の恐怖が。わかんないわよそんなの。星晶獣に何があったかなんてそんなのわかんないけど、でも昔に何があったってロゼッタは私の大切な仲間なの。だから星晶獣かどうかなんて関係ないんだから。そうか。じゃあてめえが関係ないって断言した星晶獣の力を今ここで見せてやる。ふん、望むところよ。あんたなんか私の魔法で。ありがとう、イオちゃん。だけどここは私が引き受けるわ。ロゼッタ、みんなもここは私に任せてちょうだい。今ここで足踏みするわけにはいかないもの。そうか、ならば行くぞ。でもよ、姉さんとリーシャもいねえのに。今の我々は全員が共に行動する必要はない。我々の中の誰でもいい。たった一人がリアクターを止めさえすればそれで済む話だ。そりゃそうかもしんねえけどよ。大丈夫、私もすぐに追いつくわ。おい、勝手なこと言ってんじゃねえぞ。他の連中はまだしもそのガキだけは逃がさねえ。絶対この場で噛み砕いてやる。どいつもこいつも邪魔なんだよ。
まで行ける。バラを咲かせるわよ。このタッチャー、いや！まだまだいけるわね。偉そうなこと言ってた割にもうヘロヘロじゃない。うるせえ。この鎖がなけりゃ、いや、てめえらなんぞこのままで十分だ。死にで終わらせてやる。粉々に砕け散りやがれ。来るわよ、イオちゃん。大丈夫、だってロゼッタが一緒なんだもん。絶対負けたりしないんだから。星の民の力。ロキ、てめえ。フェンリル、もういい。
いいんだ。てめえそんな顔しといて何がもういいんだよ。もういい。もうここに僕たちの出る幕はないよ。だからもう行こう、フェンリル。次の舞台を探すんだ。そうそう、聞いたよ。君たちこのエルステの中枢で派手に暴れてくれているみたいだね。そんなつもりはないわ。私たちはただあの宰相さんの計画を止めようとしてるだけよ。それは結果的に同じことさ。ただまあ、もう誰も帝国になんて興味はないのかもしれないけどね。大将アダムが裏切り、フリーシアが本格的に暴走を始めた以上、もはや帝国の崩壊は秒読みだ。もちろん帝国とこの世界のどちらが先に壊れてしまうかはまだわからないけど、ともあれ僕たちはもう退場させてもらうよ。今回もそこそこ楽しめたしね。ほら、壊れかけたおもちゃで遊んで怪我なんてしたら大変だろ。おもちゃってエルステとか今までのいろんなこと全部遊びだったっていうわけ？さあどうかな。行くよ、フェンリル。白雨戦争で深手を負ったせいで、私の中の星の民についての記憶は断片的にしかないけれど、彼らは一体何のためにこの世界まで攻め込んできたのかしら。新たな支配域が必要だった。それとも本当に遊びのため？星の民の陣営に属していながら戦いの目的も知らなかったなんて、これじゃ何も知らずにただ使われる兵器って言われても否定は。ロゼッタ、どうしたの？大丈夫？ロゼッタ？何でもないわ。さあ行きましょう。早く団長さんたちに追いつかないと。うわ、ちょっとロゼッタ、待って待って、歩くの早いわよ。だんだん人が減ってくるとなんだか心細くなっちゃいますね。大丈夫だって、きっとみんなすぐ追いつくに決まってら。おう、その間に俺たちは俺たちでやることやんねえとな。みんな頑張ってる。だから私も頑張る。これでリアクターとやらに順調に近づいていると助かるんだがな。おい、どうあってもこのタワーの中にあるというのは間違いないようだからな。時間はないが、しらみつぶしに探していけば。とても人の声には聞こえなかったが。なのは戦傷銃です。痛い気持ち、苦しい気持ちが直接伝わってきて。戦傷銃ってことはまさかアーカー社に何かあったってのか？それはわかりません。
明らかに青少女のものだったけど、それがどの子かまでは。だが何かあったのは間違いねえな。しかもこの状況だ、俺たちに無関係とも思えねえ。まずは音のした方に急ぐぞ。フリーシア。あ？しかしここには西条さんの姿しかねえようだが。でもここなんだかすごく嫌な感じが。ついにここまで。いえ、間違いなく来るとは思っていました。しかしもはやあらゆる邪魔は舞台を去り、残る障害はあなたたちのみ。リアクターの出力も順調に推移しており、あとは時を待つだけ。必要な力が集まりつつある以上、もはや私を止めることは不可能であると知りなさい。あとは待つだけ？何事もなくただ待てると思っているのか？それに障害は我々さえ残っていればそれで問題はない。貴様のふざけた計画を叩き潰すのは我々なのだからな。面白い冗談です。ですが相変わらずろくに状況を把握できていないようですね。もはや状況は決したのです。世界は終わる、歴史は変わる、汚れた奇跡は浄化され、世界は今度こそ正しい道を歩み始める。これできっと今度こそ彼女も選ぶべき相手を間違えることはないでしょう。彼女？西条さんよ、状況を把握できてねえのは悪いがそっちの方じゃねえか。何？あんたが起動したリアクターの影響で帝国兵は軒並み伸びてやがるし、あのチビ将軍はタワーに入ってすぐ俺たちに返り討ちに遭ってる。あの中将さんはカタリナとリーシャが食い止めてるはずだ。こんな状況で一体どうやって俺たちと戦おうってんだ。ふん、まあ私自身が直接手を下すのもやぶさかではありませんが。なんだ。フリーシア、貴様はまた。あ、これリヴァイアさん。おいおいおい、嘘だろ、あのリヴァイアさんが。コアではなく慈しみに力を注いだものですから、限定的なものではありますが、今のあなたたちの相手程度なら十分に務まることでしょう。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえぞ。あんたといい、あのチビ将軍といい、てめえら何度俺たちの海を苦しめりゃ気が済むんだ。待ってろリヴァイアさん、アウギュステの民の誇りにかけて今俺がお前を解放してやる。にかける。まとになりてえのはどいつだ。
るぜ。弾張る覚悟で来いや。うん、任せとけって。この弾丸にかける。はい、ほらほら、くらえ。この弾丸にかける。あれ、決め、決めるぜ。あれ、くらえ。おえずら書くなよ。ここからが本番だぜ。こいつを食らっておねんねする。おら、したことが。落ち着いてきたみたいです。何を笑っている。とても貴様が笑っていられる状況には思えんがな。そうです、そうですね。しかし先ほどから申し上げている通り、あなたたちこそが最後の障害なのです。なればこそ多少の無駄遣いは許容範囲でしょう。なんだ？あれ、まさか。やめ。生成されたばかりのエネルギーです。お味はいかがですか。さあ、力ならば足りているでしょう。奴らを食い殺せ。
リヴァイアさん。ひどい。力が体の中で暴れ回って、痛い、苦しいって。そうそう、あなたたちはこのリヴァイアさんと互角に戦えるのでしたね。であるなら、もう一つ。ミスラ。絶対遵守の聖少獣よ。我が力に平伏し、力の本流にその身を落とせ。おい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 、勘弁してくれ。あの系統はリアクターを通じて収集した力によるものか。おや、随分と表情が硬くなりましたね。笑っていられないのは私の方ではありませんでしたか。さあ、余興はここまでです。もしもあなたたちが彼らを思うなら、思う存分力の吐け口となりなさい。はあ、この程度では些細なダメージにもならないようですね。リーシャ、すまない、遅くなった。カタリナ、うわ、何あれ。やれやれ、似たまんま面倒事だってのは確かだ。ふん、なるほどね。ずいぶん困ったことになったわね。いや、そうでもねえさ。なあ、ボウさ、確かに相手は増えちまったけど、今度はオイラたちだって全員集合だからな。確かに、これだけの人数が揃っていれば勝機が見えないこともないな。みんなで頑張る。
海は目の前ね。まだ行ける？行くぞ。相手にとって不足なし。暑いからってへばってんじゃないわよ。そこまでだよ。我が道を切り開く。どけどけ、こらえ。奇跡の導きにより、ここは私に任せていただきますわ。私が華麗に決めて差し上げます。心配など何もいりませんことよ。行きますわよ。いざ行かん。私に続け。正義は我らにあり。正義の前に道を開けろ。真相まるで敵を。過剰に注がれていた力が発散されて、ようやく落ち着いたみたいです。しかし、それで西照さんは一体どこに行っちまったんだ。まあさすがにこいつらと戦いながらそっちにまで気を払う余裕はなかったけどよ。わかるかもしれない。うん、まだ少しだけ帯が残ってる。帯？さっきのリヴァイアさんたちに流れ込んでた力、もう随分薄くなってる。けど私たちならまだ見える。この力の帯はタワーの中心の方から来てるみたいです。ではそこにフリシア最初が。それは早計と言えるだろうな。しかし、その力がリアクターから供給されたものならば。その帯をたどりゃ、リアクターを見つけられるってことだな。はい。けどまあ、状況が状況だ。西照さんもわざわざリアクターから離れたりしねえだろうな。